我らが大地ルーナジア、この世界を訪れしそなたよ、見るがいい。この地では古の彼方よりひとときもマナのシャワーが止むことはない。マナはルーンの神が人間たちに与えし神秘の力。人間たちはマナを浴びるほどにその能力を開花させていったのじゃ。並外れた知力、剣を持つ手には人力を超えた大いなる力、さまざまに繰り出される魔法、そして古代のモンスターを召喚させ意のままに従わせる術さえもな。いつしか彼らはルーンの騎士と呼ばれるようになったのじゃ。やがてルーンの騎士たちはマナの力に追い立てられるように高みを目指した。剣と知力、魔法によって己の陣を広げ、必要とあらば敵対するルーンの騎士を打ち破った。いくつもの国が生まれ、そしていくつもの国が消え去った。その歴史は幾度か繰り返されることとなった。そんなルーンの騎士たちにとって最も大切なものが五つのブリガンダインだった。その鎧、あるいは装身具にはそれぞれルーンの神から授かった五つのマナストーンが組み込まれてあったのじゃ。ブリガンダインを身につけたルーンの騎士は、それはそれは他の騎士を圧倒したのじゃよ。大陸の覇権をかけた戦いは史書ルーナジア戦記に克明に綴られ、同時に戦いを通して我らが知り得たある大切な真実も記されることとなった。だがあるルーンの騎士によってルーナジア全土が統一されると、師匠はまるでそれを見届けたように戦火の中に消滅してしまったのだ。この世界を訪れしそなたよ、今ブリガンダインは正義、高潔、自由、誇り、そして自我の五つ。そなたにはそのいずれかを身にまとい、あるいは身にまとうことなく歴史に倣い大陸制覇に向かう六つの道がある。そしてそなたがルーナジアの各地を手中に収めてゆくたびに、師匠ルーナジア戦記の失われたページはよみがえってくることだろう。しかるに統一を果たしたとき、そなたは知るのだ。このルーナジアで起きたすべての、そしてあらゆる物語を。姉妹よ、エルザ・ウザーラにご加護を。
ごきげんよう。シスターをしております。私はただ神に仕える身。しかしエルザ様が挙兵なされたその日、夢の中にはルーナジアの大地を模した庭園があり、これはエルザ様こそが戦を鎮め和平を実現されるお方であり、そして知りたいのです。神がなぜ癒しの力ではない
ガイムールは誇り高く戦う。戦いを避けられないって言うなら、敵も味方も。あらゆる戦場の変化を捉えるのじゃ。かしこまりました。お任せを。わしの指示に従えば負けはせん。敵はおじけづいてる。今よ、一斉攻撃。いいでしょう。お任せを。お覚悟。あらゆる戦場の変化を捉えるのじゃ。油断せずに行きましょう。かしこまりました。お任せを。わしの死お前さんに耐えられ。敵はおじけづいてる。これは僕の慢心が招いた結果。さあ耐えられるかしら。痛いじゃない。
みんな、よくやってくれたわ。